モトローラモビリティはアメリカ合衆国の通信機器開発製造会社である。旧モトローラ社のモトローラソリューションズとモトローラモビリティへの企業分割の結果誕生した。旧モトローラ株8株に対して新モトローラモビリティ株1株が交換発行された。本社は旧モトローラモーバルデバイシズのあるシカゴ郊外のイリノイ州リバティビルに置かれている。グーグルは 自社のメインビル近くに新しくモトローラモビリティロゴを設置した。その7週間後にモトローラモビリティはレノボに売却された。1983年にモトローラのモバイル部門は世界初の商用携帯電話とされるダイナタック 8000X を開発し、1989年には当時の日米貿易摩擦により始まった日米協議で、 北米標準のモトローラ方式が認められたことで、NTT が独占していた、日本の移動電話市場にも参入し、マイクロトワークの大ヒットで1990年に一時は、シェアで NTT を上回った。これに対抗して、NTT も日本電気や富士通などとムーバーを共同開発して、世界最軽量最小をめぐる競争を起こした。 1998年に、ノキアに抜かれるまでモトローラは携帯電話端末の世界での市場占有率は世界1位だったが、2008年には第4位であった。ノキアに抜かれてからは2位が定位置であったが、モトローラレーザー以降にヒットが出ないこともあって4位に転落した。2007年第4半期以降、携帯電話事業は極度の不振に陥り、2008年3月、 モバイル事業の分社化計画を発表した。2010年11月30日、2011年1月4日に2社の独立した株式公開企業に分割する予定であると発表した。同社の取締役会によって承認された内容は、モトローラから携帯電話とセットトップボックス事業を行う、モトローラモビリティホールディングスを分社化した上で、エンタープライズ及び、 ネットワーク事業製品を継続して担当するモトローラは社名をモトローラソリューションズに改めるというものであったガートナーによる2010年の世界携帯電話販売推計ではアップルとリサーチインモーションの躍進に伴いモトローラの販売台数は約3855万台で2.4%の市場占有率であった2011年1月4日 モトローラモビリティは設立され、最高経営責任者にはこれまでも、共同 CEO として、モトローラを統括してきた、サンジジョが就任し、モトローラソリューションズの CEO には、グレッグ・ブラウンが就任した。ニューヨーク証券取引所での銘柄コードは、モトローラソリューションズは、MSI となり、モトローラモビリティホールディングズは、MI となった。 2011年8月15日、Google はこの会社を125億米ドルで買収することで合意したと発表した。2012年5月22日、買収完了を発表して、デニース・ウッドサイドが CEO に就任した。2012年12月19日、Google はセットトップボックス事業を アリスグループに23億5000万ベドルで売却したことを発表した。2014年1月29日、グーグルは特許の大半をグーグル側に残した上で中国のパソコン大手レノボグループに29億1000万ベドルで売却することで合意したと発表した。2014年10月30日、レノボによる買収が完了し100%子会社となった。 モトローラの本社やブランド名を引き継ぎ、レノボのモバイル部門長のリュージュンが会長に就任した。2015年8月、レノボは携帯電話部門をモトローラに統合を表明し、2016年11月には、携帯電話端末をモトローラのブランドに一本化することを発表した。2019年4月3日、モトローラと提携しているベライゾンコミュニケーションズが、 世界初の携帯電話向け 5G サービスを開始、開始時点で、同サービスの対象機種はベライゾンが、独占販売する 5G モジュール、5G 元モ,モッドを追加した、元 Z3 に限定された。ありがとうございます。